ホスこんにちは、12月になりました。寒いですね、いよいよ今年も残すところ一月となりました。今年はコロナで、あっという間何もないまま1年が過ぎ去ってしまった気がします。やり残したことが多いというか、やれなかった人が多い年ではないでしょうか。毎年1年あっという間、明日やろう、もう少ししたらやろう、そういうふうに思っていると、あっという間に1年というのは過ぎ去ってしまいます。人生あっという間の積み重ね、1日1日の積み重ね、1年1年の積み重ね。今年1年を振り返って、できたこと、できなかったこと、やれなかったこと、やり残したこと、いろいろなことを考えて、来年は今年よりも良い年になるといいですね。それでは今月も言霊を発表いたします。ニトゲ稲造先生の言葉です。学べども、なお学べども、学べども、学び足りぬは学びなりけ。どんなことも学んでも学んでも、長い人生の中で、あ、それは知らなかったな、それはちょっと勉強不足だったなということが出てくると思います。そして全ての分野において、その全ての知識を得ることはなかなか難しいことです。人生何事も勉強です。学んでも学んでもキリはありません。大切なことは、学ぶことをやめず、諦めず、素直な心で新しい知識を受け入れていくこと、吸収していくことだと思います。いくら学んでも学び足りませんが、学ぼうとすることで人は成長することができます。来年は今年知らなかったことを知り、今年できなかったことに挑戦して、どんどん学んでいきましょう。今月も飾っておきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。